己紹介。言葉で自分を表現する、それはとても難しい、そしてちょっと恥ずかしい。みなさん、ミクを押すしかない。はい、埼玉県出身、金村ミクです。私は音楽が大好きで、アルトサックスを吹くことができます。あとメンバーからはよくおしゃべりって言われます。よろしくお願いします。山口県出身、石橋を叩いて割っちゃう川田ひなです。この前人参を克服しました。多分特技はエレクトーンです。よろしくお願いします。大阪小坂ケーキ坂三本坂を全力で駆け上ります。大阪府出身、小坂奈緒です。私の特技はバレーボールです。でもトスを上げるのは苦手です。よろしくお願いします。胎児の時からワチケアパリピ、神奈川県出身、富田鈴香です。よー、よろしくお願いします。よー、ねん、弱いけど剣道3段持ってます。肩幅広いニブアカリです。特技は剣道と巻き舌で、チャームポイントは長い指と大きい手です。よろしくお願いします。高身長、最年少、福岡県出身、浜岸日和です。特技は3歳から習っているクラシックバレエです。よろしくお願いします。京都府から来ました、納豆大好き、松田好花です。特技は高校から始めたギターです。いつか披露できたらええな。よろしくお願いします。皆さんのハートを燃えさせる和風娘こと宮田真奈です。私は神社が大好きで御朱印を集めています。特技は最敬礼です。よろしくお願いいたします。埼玉が生んだ怒涛の起爆剤、渡辺美穂です。特技は10年間やっていたバスケットボールです。好きな食べ物はパンです。よろしくお願いします。他のメンバーのために自己紹介の詩を書く、それが私たちに課せられた課題。いつも一緒にいるみんなのことを、私はどれだけ言葉にできるかな、どんな言葉で私を表現するのかな。それはきっと私がまだ知らない私、君にしか書けない私のための言葉、その言葉を詩にして。緑高い？あ、でも結構二人似てるんですよね。なんかうるさいところが。うるさい。同い年。同い年。色チームピンクでーす。チームブルーでーす。はい。でもこういうの苦手です。ちょっと楽しみたいな。自信はないのなんですけど、なおの言わなそうなことを言わせます。ほのかが言ったがいいなってこといっぱい入れたいです。私はにぶちゃんを担当するんですけど、いっぱい聞き出して魅力を出せるように頑張ります。まなもんのいいところをたくさん書けるように頑張ります。ちょっと今思い浮かびすぎてもうノートに書ききれないくらい頭がパンパンです。富鈴はいいところがめっちゃいっぱいあるんで本当にだからそれを皆さんに伝えられるように頑張りたいと思います。割と想像力はある方だと思うので、まあひなの良さを全面的に見せていけたらいいなって思います。何詩とか書いたことないけど、
多分時間は結構かかるかなと思うけど、たくさんいいところを出せるように頑張ります。なんかマジで一緒にいすぎてわからん。ひよたんの苦手なもの。ピーマン。ピーマン、うん、匂いも無理。ね、ゴーヤも嫌いで、椎茸も嫌い。あとね、エビもイカもタコも嫌い。めっちゃ嫌いやん。ね、なおよりは、なおよりは多くない。なおほぼ食べれんやん。食べれるん。食べれてない。性格が、うん、子供。負けず嫌い。切り替えが早い。あ、切り替え、うん。体が多分人よりも柔らかい。柔らかい。猫、猫、猫、絶対猫。あ、猫、うん、なんかヒュートムズい。動物なんか、小…小動物系じゃない。動物系じゃない。なんだろう。何やろ。ダチョウ。シマウマ。シマウマ。ひよこだ。ひよこ？あ、ひよこは好きだから。好きだから。難しい。ひよこかな。ひよこで。じゃあひよこで。うちねさっきね、うん、書いたんだけどね。うん、星とかスターとかに。あ、うちねでもね、とりあえず宝石にしたいの。どういうこと？なんかキラキラしてんじゃん。そうなの、ありがとう。ほら、願い事をさ、したくなるような、ね、あー、ロマンチストだ。いいね、今いいことだった。ロマンチストだった。じゃあね、すぐ切れるからね。そんなことだから多分、いろんなことに真面目なんだよ。うん、そうだから真面目じゃん、ま、だからパリピと真面目。なんか、なんて言うんだろう、すごいさ、小さなことでさ、うん、結構ね、勘ぐらせちゃうっていうか、その分気にしてることが多いっていうか。そうそうそう、なんか意外と気にしちゃうタイプ、根に持つタイプ。うん、いいとこじゃないの。そう、でもなんかちゃんと考えてるってことだよね。なんかある？うち？うちなんだろう。でもとりあえずなんか誰にでも話しかけるよね。あー、そうね、やっぱ話すことが大事。うん、話すことで分かることがあるよ、いろいろ。おー、いいこと言った今。でも大切なもの。大切なもの？何がある？ペットとか飼ってるっけ？あ、ペット、うちさ、あの、物とかじゃないけどいい？いいよ、家族。笑顔、笑顔。本当？いや、いいんじゃないですかね。笑顔、笑顔大切だと思う。うん、小顔だよ、小顔。輪郭が好きなんだけど。いやいや、絶対じゃ、なんかさ、自分のいいところ見つけるとさ、なんかさ、うん、他のメンバーと比べると、あ、違うなって思っちゃう。あ、でも喋るのに書くのが追いつかない。でも本当にエンドレスに続くよね、これ。頑張ってくる。あの、名言ばっか。名言ばっかり作る。お名前は、お姉さんで、ちょっと怖そうだけど、綺麗だなって思った。似てる。これ。でもさ、マナモンって結構ポジティブだよね、確かに。すっごいポジティブ。うん、わかる。それ超いいかも。なんか美味しかったらゼロカロリーとか。それほんと口癖。ニブちゃんは、うん、でもなんかほんまにあれやな、女優さんって感じがしたイメージ。あー、わかるかも。なんで？でもニブちゃんはとりあえずリアクションでかいな。でも割とこのかも、小動物であるよね。そう、あ、小鹿だ、小鹿。バンビだって。マンビ、マンビ。なんか、ギャップ。うん、見た目はすごい真面目そうだけど、そう、中身はなんかすごいさ、スーンとしてるのにさ。そう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 、ね、だけどね。だけどね。そう、面白いよ ね。その面白さはまだそんなの。なんかでもさ、うん、みんなとこうだんだん馴染んできたらさ、できるけど、うん、初対面とか割と人見知りかもしれない。でもマナモンは綿飴みたいな感じがする。あ、わかるかもしれない。なんか優しいし、うん、ふわふわしてるから、なんか存在がふわふわしてる。存在が可愛い。みーちゃんは、でもなんか笑顔の破壊力がすごいから、顔の表情がめっちゃ豊かやからさ、それが好き。ありがとうございます。
ねえ、めっちゃ手ちっちゃいよな。しかもすごい弾力がある。え、絶対、え、だってそう。そうだよ、私と比べたらさ。握力とか結構ある握力、え、なさそう。あんまつかめなさそう。うん、絶対つかめない。え、え、そう。え、8。やば。じゃあ9と8。かわいい。小学生ぐらいじゃないそれ。水仙。水仙、え、水仙って何？なんかスンってしてる花。みぶちゃんなんやろ。みぶちゃんは、うん、チューリップかな。え、とりあえずお互いの名前を思い浮かべて浮かぶものを書けば、うちはもうひなは人参とパン、なんかパンダとかそういう感じよ。ゆず卵。ゆで卵ね。でもゆで卵そんな食べんの？最近で食べてない。あ、食べてるけどパンの方が好きだもん。あら、そうか。そうだよ。じゃあパンにしとく。やった。パン好きを浸透させていかなきゃ。はい。どうしよう。ひなってでもなんか意外とさ泣き虫じゃないよね。まあね、最近泣かなくなってきたよね。うん、そうだよ。じゃあひなは元泣き虫。いいよ。ショートケーキはどこから食べますか？うちね、先端から食べる。こうやって三角にあったら先端から食べる。うん、ひなもそうしたね。絶対そうね。で、最後に、うん、あの上に乗っていちごを最後に食べる派なんだよね。そうなの？ひななんか、うん、ケーキの間でいちごをちょっとずつかじってとか。あーね、なるほどね。他人からさ、見て自分ってさ、うんうん、どんな感じかわからなくない？全然わからん。なんか何？うちはね、ひなはね、うん、なんかね、明るい人だなって思うよ。え、なんかさ、よくさ、ひな明るいよ。明るいかね。うん、明るいよ。明るいよ。明るいよ。明るいかね。明るいよ、絶対。何？なんかそういうなんか励まし方とかが、うん、すごいなんか、そう。すごい。うん、本当？うん、それは嬉しいわ。なんか言葉か声かけたいなって思っても、うん、なんて言ったらいいか分かんなくてね、うん、声かけてもね、うん、その後にこの言葉言ってよかったのかなって思った気があるからね。うん、ひななんか声かけられないからね。うん、でもそうね、うちもかけられない、うん、めっちゃありがとう。かわいいな。かわいいって書いとこう。うちの中でのひなはね、なんかちっちゃくてね、可愛くて弱そうな感じがするけど、うん、実は芯のある強い人だなって思うから、それをね、うん、書こうと思ってるけどね、うん、うまく表せるかなって。私のことは何とでも書いて。何とでも書き。え、あんまり変なのは言わせないで。ダメだから。ひらがな欅坂46、2期生。一緒にいる時間は結構長かった、長いですけど、なんか改めてこうやってなんかナオンのことをいっぱい考えるってなったら、いつも一緒にいすぎてそんなに考えたことがなかったので、私の中では天使です。どうしよう。ひよりだから、なんかそのひよこが好きらしくて、なんでひよこかなって言って書いたんですけど、でまだ中3なんで、これから大人になっていくときに羽ばたいていくかなっていう。富鈴のいいところ、やっぱなんかパリピパリピなんですけど、それとは逆に真面目だったり、そういうところがあるので、明るいし人を盛り上げてくれる人だと思うので、そういうキラキラしてる、うん、今のところ宝石にしようとしてます。ミクはなんか大切にしてるものは何って聞いたら、笑顔って答えて。あ、やっぱなんかキラキラしてるから星とか。一等星が一番輝いてる星でしたっけ？一等星の方です。マナモンって言ってるんですけど、マナモンは結構女の子らしい服装をするんですけど、結構衣装とかでもスカートとかを履くとこうひらひらこう揺れて、スカートの揺れを確認してて、
そこがすごい可愛いなって、ふわふわ優しい綿飴さんとかも入れたいです。ずっとこのかのこと考えてて、こんな多分ずっと考えることなんかないから、いつもやっぱり一緒にいてレッスンとかしてこのかのことを知ってるけど、でもなんかもっといろいろ知ったような気がして嬉しい。リブちゃん結構リアクションが大きいんで、初めて呼んだ時のリアクションも楽しみにしつつ、やっぱりそのまだ見せられてない一面を見せられたらいいなと思ったんで、お花が咲いた時のように恥ずかしい。ひなはやっぱりなんかすごい泣き虫なんですよ。でやっぱか弱そうな感じがするんですけど、本当は強い芯のある子で、やっぱ強くなりたいっていう風に本人も思ってて、涙っていう単語だったり、そういうパワー、力とかそういうところ、言葉はやっぱ印象をつけるためにもやっぱ使いやすいかなって思います。渡辺美穂はなんかすごいなんか落ち込んでる人とかがいたら、すごいなんか優しく声をかけて、すごい本当に優しくて面白いし可愛いし、もうなんかそういうことをなんか知り伝えたいなって思うけど、なかなか難しいです。君のために書いたこの詩、思いが詰まった詩、言葉に込めた君への気持ち、みんなに届けよう。ちょっと最後恥ずかしい恥ずかしくないです知らん。なんか結構なんかほんまになんか詩人みたいな感じで、普段使わへんような言葉が入ってるので、口当たりが柔らかいような、ね、まあ、リズムに乗れるような私らしさが出そうですあのなんか結構パリピとは反対のお固めな文章なので、ちょっとそれを、ね、味を出していきたいと思いますあのいつもラップをやっている富田さんなのでもう文章がすごくリズムがいい感じで、私がうまく読めるか、なんか私の特徴だったりそういういいところとか書いてくれててすごい嬉しいんですけど、なんかだいぶすごいなんかセンスの持ち主だなっていう感じましたこの文章にはちょっと秘密が隠れていますなおが書いた浜岸ひよりの詩、バレエで体がしなやかでおでこが広い妹ちゃん、トマトみたいにみずみずしいけどピヨピヨ甘えん坊のひよこちゃん、5年後立派な鶏になれるかな、永遠の15歳浜岸ひよこかわいいひよりが書いた小坂直の詩、くるくるくるまん丸おめめがくるくるくる、初めて見つけたあの人のほくろ、初めて見つけたあの人の優しさ、だから私はあなたが好きだ。金村美久が書いた富田鈴花の詩ですレーザービームのようにさまざまな方向へ光を放つそれはまるで宝石のように心躍るような希望を与えてくれるのだ形の整った美しいあなたは、その容姿とは反対のひたむきで真面目な性格があなたの心を虜にするパリピじゃない私知りたい？富田鈴花が書いた金村美久の詩、いつでもキラリン輝く一等星世界がピカリン一筋の光、
あー、何かいいことないかな。夕暮れの彼方、地平線、手を伸ばす君は儚く脆い。乙女座だから心も乙女なの。白さに磨きをかける、もう大人なの。ひなが書いた渡辺美穂の詩。寒い、あなたを身につけた。にじみ出る優しさに触れてみた。温かく包んでくれる人。ショートケーキを食べ始めるところが一緒だね。やったー。私の心にシュートを決められた。美穂が書いた川田ひなの詩。か弱いとか泣き虫とか言われるけど、湧き出る力は日本一。叩いた石橋なら渡れるはず。ひな鳥が大空へ羽ばたくように、涙を脱ぎ捨て強くなる。こののかが書いた二分明かりの詩。お花が咲いた時のように、卵が割れて綺麗な黄身が出てきた時のように、その子の笑顔はパッと明るい。その子の声もふわふわ明るい。見た目とは裏腹に垣間見える天然さ。なんて名前か知りたいって。にぶ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 明かり。あかりが書いた宮田まなまな詩。見た目はツンツン美人な姉さん、ちょっぴり照れ屋なマナモンです。いつもゆらゆらスカート回すの。女子力高めで握力は8。ふわふわ綿あめ、おてっては椎茸。甘い言葉で魅了しちゃうぞ。マナモが書いた松田好花の詩。すっとまっすぐ見つめるその姿は、水仙の花のように美しく、じっとこっちを見つめる潤んだ黒目がちの目は、小鹿のように守ってあげたくなる。桜色の柔らかな唇から紡ぎ出されるその言葉は、時に真剣で時にふざけていて、次はどんな言葉が出てくるのか私たちの目を引きつける。し、それは溢れる気持ち。あなたに伝えたい言葉の結晶。そうして見つけた新しい自分。未来へ踏み出す勇気に変えて届け。なんかこんなに考えて私のことを思って書いてくれたんだなって思って、めっちゃ嬉しかった。なんか人、なんか一人のさ人をさ、ちゃんと思ってさ書くさ、知ってさ温まるよ ね、 ね。こんなことないよ。なんか今までさ、そうなかったからさ、最後のなんかニブ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 がね、あれが頭から離れなくて、リズムもすごい良くて、ね、最初詩をこう なんだろう、交換した時に、なんか感謝の気持ち、感謝の気持ちっていうか自分の気持ちを書いたんだよって言ってくれたのがすごい嬉しかったから、なんやなんかすごい、あなたが好きが ね、 ね、そうすごいよかった ね、 ったね。しかもさ、あれさ、奈緒が言うことでさ、もっとさ、ファンの人も喜ぶ、ね、すごい、すごいよね。私がこうなりたいみたいな感じのことを美穂が書いてくれて、そう、美穂が書いてくれたようになれるといいなって思いました。よかった、ありがとう。さあ、行けそう、ここ行けそう。いただきます。全然わかんない。あ、いや、流れてしまったよ。おお、どこら辺まで行った？でもね、結構下下につけた。行けた、行けた、行けた。
ックス。